せーの、下町上町中町です。始まりました。今日は何ですか？今日は、はい、恋愛質問コーナー、フィートジュピコ、イエーイということで、今日は女子会ということで、はい、女の子の、待って、ジュピコの唾飛んだ、ごめんね。いいよ。はい、ということで今回もやっていこうと思います。ジュピコと中間ちゃんへの恋愛相談コーナー。やったってそれ。ということで、インスタグラムの方でたくさんの女子たちから質問が来てるので、その質問に私たちの恋愛マスター2人が答えていこうという企画です。イエーイ。まず一つ目です。はい、もうこの単純な質問来ました。純平さん、ちょっと入ってんだよ。単純な質問が来たわよ。告白ができない、勇気をください。だってなんか無理に告白して、あ、勇気できてないから、今日は告白いいやとかちゃったら、あんまり良くないと思うな。じゃあジュピコくんだったら、ジュピちゃん、ジュピコちゃん、ま、順平ジュピコちゃんだったらどうやって告白する？うん、私だったら、やってみて。ちょっと水飲みます。でかいわ。ジュピコちゃんだったら、うん、男の子にどうやって告白するか今シチュエーションやってみて。はい。じゃあどういうシチュエーションがいい？学校帰りに女の子はバス通学、うん、で俺はチャリ。俺で。ああ。男の子はバス通学、うん、で、あっちは。あっちはチャリ。で押しながら公園でちょっと、ちょっと話すみたいな感じのシチュエーション。やーい、アクション。はぁ、今日も学校疲れたね。うん、疲れたね。寒いからちょっとコンポタージュを飲んでさ、ちょっと話さない公園で。うん、いいよ。で、買いました、座りました。あぁ、おいしい、おいしい、あったまるね。あったまる、うん、なんかさ、うちらってさ、LINE し始めてからどれぐらい、うちらって。でも、半日ぐらいかな。半日そこ半年にチェンジで。うちらって LINE してどれくらいになるかな。まだしたことないよね、LINE 持ってないし。あら、半年で半年でいきましょう。いいですか？分かった。うちらって LINE してどれぐらいになるっけ。もう半年ぐらいかな。半年も経ったよね。今さ、嬉しそうな顔して半年ってやってやっといてくれてはーってなる。ああ、よかった、半年経ってくれてっていう気持ちもあります。半年もさ、LINE しててさ、うんうん、私さ、シンプルにさ、思うことあってその半年も LINE してて、うんうん、その何回も学校でも話したり、電話とかもしたじゃん、うんうん、好きなんだよね。ごめん、ジュピコちゃんさ、今日さ、半日ぐらい一緒にいたじゃん。で、朝はさ、良かったんだけどさ、夜になるにつれ、もうヒゲが生えてきちゃってさ、正直、ヒゲ生えてる女の子無理だし、髪の毛とかも汚いし、本当にタイプじゃなくて、見た目が本当に見た目が大丈夫じゃないし、なんか腕毛とかもすごいし、女の子として見れないんだよね。あと、爪の形がお父さんに似てて、やだうちもなんか、爪とかもちゃんとしたいって思ったんだけど中町兄弟。それでは次の質問いってみよう。好きな人に好きな人がいます、それは確実に分かってます。どうしたらいいって質問が来ました。ジュピコくんはどうジュピコちゃんはどう思う。ジュピコ、ジュピコか、ジュピコちゃんはどう思う。ジュピコは、ごめん、ウーバー届いちゃった、私の。見て。好きな人に好きな人がいる、どうする。私だったら、その好きな人殺す。単純明快、それがいつもの通りの仲間ちゃんや。私だったら、好きな人の好きな人殺す、うんうん、殺しちゃうんだ、あはは、首がポキでこっちだから。私だったら、好きな人の好きな人殺しちゃう、うんうん、殺しちゃうんだ。殺しちゃったら怖い、殺しちゃったら怖い。怖い人と怖い人が出会って、どっちが。次の質問に行ってみよう。ちょっとパスタ食べながらやっていい？いいんかい。ジュピコとアヤのランチタイム。ドゥル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 ン。すいません、ちょっと私たちもランチのお時間ということで、はい、質問は一旦ストップさせていただきます。私の今日のランチはこちらです。全然元気ない。なんで、なんでだろうな。ゼリーまだ来てないんだけど、うん、今日かな。見てみなよ待って、
最悪今来た最悪朝来てなかったのに。ということでジュピコちゃんは生理で調子よくないということで、この動画が上がるかは分かりません。でも頑張りますよね、うん、こっち向いて鼻上げてる。ねえやだ、言わないでよ収録中でも言わないとさずっと出ちゃう。私本当にひげが生えてきてるね。順平でここにさ、イボあったっけ。ここにイボあるよ。これイボなんじゃないんだよ。何、これはニキビが潰れて一生傷になったやつ。ボコってしてるよ。してないしてない。探してしてない。え、イボじゃないの。イボじゃないよ。さすがにここにイボあったらおじいちゃんみたいになるじゃん。おじいちゃんだと思った。だからじゃあさ、こっちここ引っ張ってみて、これピョンってちょっと待って、早く、ちょっと待って、質問今やってるから、ちょっと待って、ねえ、引っ張って、ちょっと待って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 、イボでしょ、イボでしょ、話して、イボじゃん。違う違う、イボじゃない、マジでイボじゃないからね、ちなみに、本当にもう一回そうして、イボってなってんじゃん。本当に俺、覚えてんだもん、記憶あんだもん。こいつ、いじめっ子だよね、嫌なとこついてきて。違うこと言われると嫌だ。え、じゃあさ、ニキビ跡って言われたらいいの。うん。じゃあイボじゃん。なんか髪ロングにするとほんと熱い、首が。ね、うんこしたくなってきた。ちょっとやばくないこの動画。うんこしたい。動画の心配よりうんこの心配してほしい。もうじゃあもう早く来てきて。サクッと。いいんだ。熱い、熱すぎる首が。ちょっといく。うんこしちゃって完璧。もう髪の毛横に全部いきました。そんな熱くね。マジで熱い、もうやばいんだけど熱さ。中持ちでやす。はい、ということで、次の質問いきますね。はい。今暇？電話しようとか言ってくるんですけど、これって脈ありですか？これは、脈ありです。女子それしない。女子それしない。しない？男子だけそれしない。そうなんですね。ということで、そのなんでやんの？こう。はい、ということで、なんで脈ありなんですか。熱い、熱いね、もう熱い、ちょっと待って、熱い、マジで待って、マジで熱い、ちょっと待って、今めっちゃ見えるようになった。今がめちゃめちゃ見えるようになった。元彼の友達を好きになっちゃった、どうしたらいいんですか。元彼の友達、別にいいんじゃね。ですって、元彼の友達とかいいんだ。いいんじゃないの、ダメな理由あんの。いいですね、そうやってズバズバで、何してんのずっと。いや、解決しといて。元彼の友達好きになっちゃった、別にいいんじゃないですか。以上です。見て、イボつけてみた。こいつはね、ほんと地獄に落ちますよね。きっと。待って、ピンポン。そのピンポン押したらさ、元気出るんじゃないの。たまにね。でもあんまり最近はね、出ないんだ、うん、見ちゃう、ごめん。次、相手が本当に性格良くて優しい人なので別れられません。なんで別れようとしてんの。だからまあ好きじゃなくなっちゃったんじゃない。けど優しいんだよ。そんなことあんの。ないかも。ないよね、普通。だって普通さ、優しくてさ、性格良くてさ、いい人だったらさ、普通別れなくない。でも好きじゃなくなっちゃったんじゃないとか、好きな人ができた、新しく。それは別れるべきだよね、でも。かわいそうだよね、相手の人に。ずーっと浅いアドバイスしかしてないよね。もうずっと正しいことは言ってんだけど。だからそんな時は何すればいいと思う。ちょっと一回リセットボタン押してもらって一回リセットボタン押してもらっていい。ちょっとしょうがありません、押してあげます。いけます。油ついてる。次の質問いきます。はい。好きな人に彼女ができちゃった、でも諦めることができない、どうすればいいの。そういう時は簡単です。何、諦めます。はい、答え出ました。これは簡単なこと。簡単です。でももう一つだけ方法があります。何、これまたびっくり。えここにイボがある人、えこれは生まれる確率があります。嘘でしょ。なんとですね、ここにイボある人はですね、はい、リセットができると。え、なので何度かリセットさせてあげれば忘れると。忘れると。オッケー。すごい。
なかなかいないですね。まあそうですね。ここにイボがある人は、うん、本当にいないです。本当に僕もイボじゃないんで、これあの偽物なんで。イボじゃないの？マジでイボじゃないんだけどな。まあまあイボって思われてもいいけどね、うん、じゃあ次行こう。それでは最後の質問、気になってる人を夏休み遊びに誘いたいんだけど、どう誘ったらいいですか？クラスメイトです。ねえ、さっきからさ、ポンポンポンってさ、ツバ飛んでくる。ごめんなさい。はい、どうしたらいいですかね。これは、はい、簡単な話です。え、簡単なの？はい。何ですか？中町兄弟の YouTube 面白いから、うん、家来ないです。完璧でしょ？完璧です。じゃあ、ジュピコちゃんだったらどうしますか？ジュピコは強引に誘うタイプ。どうやって？本当にやばいこと起きたんだ。マジちょっと来て、もう何も詳細教えず、マジでやばいかもしんない、ちょっとここ来て、何何何って焦って行って、何もないよ。ガチうぜえ人なんだ。そんなイボあるやつにここに言われたら。ここに言われたらじゃん。ここに言われてるようなもんじゃん。もう順平に言われてるじゃなくて、もうここに言われたら。イボじゃねえのにうぜえわ。なんかすげえうぜえ。生理かも俺。暑いし、暑い。ということで、こんな感じですね。皆さん好きな人ができたり、あるいろいろね、恋愛お悩み相談があると思いますが、はい、またうちらに相談して解決してみてはいかがでしょうか。どうでしょうね。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。お願いします。じゃあねー。はいはい、ちょっと待ってよ。もうじゃあ最後、可愛いセリフ言って、カメラに向かって。サムネ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 、撮っちゃダメ撮っちゃダメ、うん、こうやって。はい、可愛いこと言って早く。夜道が暗いと帰れない。